ベンチレーターとは、閉鎖された空間と外部との換気を促すための装置の総称。一般には、室内の換気を目的とするものが多いが、ゴーグルやヘルメット内部の換気を促すために、付けられている穴を指すこともある。人工呼吸器に関しては、当該項目を参照のこと、建築物用ベンチレーターは、風の吸引作用によって、 建物内の換気を行うための装置である。風を受けやすい屋根の上などに設置される。風向に関わらず、換気効果が得られ、雨水などが侵入しないように設計される。簡単なベンチレーターとして、T 字型、H 字型にパイプを組み合わせた形のものがある。また、風見取りと同様に風向に従って回転し、常に風上あるいは風下に外交部が向くように、設計された。 可動式のものもある。また、機密性の高い今日のテントにおいても必須の装置となっている。鉄道車両や自動車に設備され、車内のおだくした空気を換気するために用いられる。鉄道車両では、旅客車、環球車を含む車掌車、有害車の一部と通風車、自動車では、キャビンや貨物自動車の過失などに備わる。また、軍用車両は射撃。 攻撃の際の火薬燃焼ガスを排出したり、NBC 兵器への防備の必要性から、何らかの換気装置が備えられていることが多い。換気作用の相違から、吸い出し式と押し込み式の2種に対別される。両者を併設する場合や、1つのベンチレーターを切り替えて使用する場合もある。さらに、自然通風によるものと、ファンなどの併設による、強制通風によるものに区分される。設置場所は、 鉄道車両やバスは屋根状のほか、車体つまめ及び側面に設置される。他の自動車では、新規の取り入れ口がボンネットのあるものはエンジンフェードウアツラ、カウル、スカットルなど、バスを含むキャブオーバー型などでは、フロントパネル、フロントウィンドシールド上部などであり、全照灯背後からダクトで導くものや、フロントウィンドシールド自体を開閉式にしたものは両車型に見られる。 車体外部に開口部や開閉機構を持つベンチレーターは腐食の原因になること、外気を取り込むことで空調管理に支障をきたすことなどから、車体に露出し、乗員に外気を直接送るタイプのベンチレーターは、冷房やエアコンディショナーの発達とともに徐々に姿を消しつつある。さらに、空気清浄機やクリーンエアフィルターを併設し、全体の換気量を抑えつつも浄化する工夫が、 見られるようになっている。しかし、重量像を嫌う競技車両や、経営戦略上、見かけの販売価格を抑える、必要のある、軽トラックや軽キャブン、開発途上国向け仕様などでは、今日でも製造コストを抑えることを前提とした、理由でサイレンカグレードに限りエアコンを省略し、ベンチレーターを設置する例が散見される。車両の走行中に、 車体の空気抵抗等によって生じる基準を通風機内に導き、そこでのベンチュリ効果により、通風機手口付近の気圧が下がることを利用して、車内の空気を吸い出す方式のものである。水雷系二組の円錐型に成形した板材を円形の面が向かい合わせになるように置き、その向かい合わせになっている部分を覆い隠すように、円筒を被せ、両端が尖った。 ソロバンタマ状の部品を構成したもの。これら二つの塩水と円筒の間には隙間を設けた状態で組み立ててあり、客室からの換気用円筒をその円筒と二つの塩水系部品で構成される空間内に貫通させる。これにより一方の塩水の側の隙間から円筒に侵入した気流はもう一方の塩水の側から出る際に断面積の変化によるベンチュリ効果で気圧低下を起こして、 車内の空気を吸い出す日本国有鉄道では突端を進行方向に向けていたが、やがて直角に変更している単純であるが原理に忠実な構造であるため、効果が比較的大きかったことなどから、鉄道の黎明期より使用され、日本では鉄道国有化前の各私鉄などで客車に採用されたほか、国有化後最初の正式客車である、 鉄道員基本計客車にも採用された。もっとも雨水の侵入防止の観点では十分とは言い難い面があり、以後はより確実に雨水の侵入を防止できる方式に置き換えられた。なお、日本では形状が初期の水雷に似ていたことに由来するトープドベンチレータを直訳して、水雷系通風機あるいはトルペード型通風機と、 呼ばれたが、もともとは公安車であるウィリアム・サミュエル・レイコックの名を、とって、レイコック式通風機と呼ばれたものである。ガーランド型主に鉄道車両に用いられるもので、平面型では十文字に近い形をしている。車両の走行によって、ベンチレーターに当たった空気を内部の通路によって両側に排出し、その負圧によって、車内の空気を外部に排出する。一部。 半分に切った形のものも見られる。旧国鉄などの旧型客車で主流のほか、その後の新型車両でも、食堂車の調理室やデッキ部などに補助的に使われている。通称は、柄弁で、半分のものは、半柄と呼ばれる。グローブ型グローブ型アメリカの鉄道部品メーカーで、ある、グローブ車が考案し、インターアーバンの車両などに使用されたものが、本来のグローブ型ベンチレータである。 日本では、鉄道員基本計客車の内丸屋根の寝台車に、小型のものを採用したのが初めで、戦時系の通勤系電車である、モハ63型に大型化したものを採用して以来、国鉄の通勤系電車を中心に使用された。車両が走行することによって、車内の空気を外へ吸い出す構造になっているが、停車中でもある程度の換気が可能な点が、通勤電車向きとされた。 換気量が大きい反面、降雪時に雪が室内に入り込む欠点があったため、積雪地の車両や近郊系電車では下記の押し込み型に変わっていった。通称、黒弁、バスでもほぼ同等のものがあり、その形状から丸型通風機と称されることが多い。お椀系かつて休憩電車等で見ることができた。お椀を伏せた形状。 癖の形は押し込み型だが内部がい出し型の特殊タイプ角形西部鉄道の車両に搭載される角形ベンチレーターは形状こそ押し込み形そのものであるが中身はい出し型になっている特殊タイプであるエアアウトレット自動車のエンジンルームの排熱や室内機の排出口の故障設置場所はエンジンルーム用がエンジンフードやスカットル室内用がリアピラー リアクォーターパネル、リアウィンドウの周囲、リアバンパー取り付け部などで、いずれも負圧の発生しやすい箇所である、マツダ T1500 フロントウィンドシールド上と左右のスカットレブにそれぞれベンチレーターを持つ、三角窓も前側が外に開くタイプ、車両の進行方向それぞれに向いて開口した通風機を設置し、その風圧によって室内に新鮮な空気を導入するものである。 その性質上、雨水が侵入しやすいため、風の室内への侵入口を持ち上げて、弁を取り付けることで溜まった水が、車内に滴化するのを防ぎ、また風の侵入経路そのものを制風板の組み合わせにより簡単なラビリンスあるいは、トラップ構造とするなど、雪、雨水侵入対策には特に注意を払って、設計されている。押し込み型上から見た時の形は長方形。 空気取り入れ口の形状は、メッシュになっているものや、5枚の誘導板があるものなど、様々で、大きさもいろいろなものが存在している。ガーランド型やグローブ型とは異なり、車両の走行によって、車外の空気を室内に導入する。鉄道では、特急軽車両や国鉄末期の比較的新しい、通勤軽車両など、各形式で散見されるほか、バスでも先頭部に好んで設置される。 形状によって、箱型や、かまぼこ型と呼ばれることもある。鎧戸形車体の側面、もしくは連結面にルーバーを設けることによって、換気する方式。鉄道では大量の熱を発散する機関車で、一般的であるほか、貨車、自動車での採用も多い形状である。押し込み型の性質も持つため、雨水が侵入しやすく、水切りトレーを設けることが多い。 特に日本の豪雪地域向けの電車では、主電動機の冷却用として、雪切り室と組み合わせて用いられている。三角窓開閉可能の小さい窓で、走行風を利用するベンチレーターの一種と見ることもできる。その実、部品名では、ベンチレーションウィンドウとも呼ばれる。ありがとうございます。